こんにちは、工具屋てっちゃんことファクトリーギアの澤山です。今日はこちら PB の精密のですね、差し替えビットドライバーを紹介します。差し替えですからですね、ここグリップのところにね、差し替えるビットが3種類入ってます。3本ですね。両側にですね、プラスとマイナスがついてますね。こんな感じで使います。ですから3本あります。で、両側ついてるんで6種類のネジに対応するんですけど、この中にですね、ちょっと面白いのが入ってたんですね。こんなパッケージに入ってくるんですけど、後ろにね、入っているビットの種類が書いてます。ここになんかこう星型のビットがあるんですよね。なんでこんなのが入ってるんだろうと思ったら、よく見たらアップルって書いてあります。あ、もしかしたらと思ったらこれなんですけど、ね、精密の、星型のビットがですね、入ってます。実は、これ iPhone のここのネジに対応するドライバーなんですね。ね、ちゃんと合うかどうかちょっとやってみました。ね、どうです？外れるでしょ。ね、こんな感じ でもう一つ大きいのが入ってますね。こちら、これは何かというと、もちろんこれ MacBook のここのネジに対応するんです。これもやってみました。これ、ね、まああんまりこう外すことってないかもしれませんけど、お店では結構ですね、ちょこちょここの iPhone 用とかね、Mac 用の、精密ドライバーを探しに来られる方いらっしゃるんですね。そんな方にはぴったり、ね、他にも精密のプラスマイナスついてますからね。そんなですね、PB のビット差し替えドライバーの紹介でした。よかったらいかがでしょうか。